今歩きの中でどうしても関節の硬さがあるのはご自身でも一番分かっていると思います。特に左の股関節ですね。そうです。とこの関節っていうのは今のこの姿勢だと硬さがなかなか出にくいんですよね。それはなぜかというと骨盤の角度が今の状態だと少し上に浮き上がった状態だからです。なので骨盤の前に付着する筋肉、大体直筋もそうなんですけど、下前腸骨棘というところについていますが、これが上にグッと倒れてくるということは、その分ここの筋肉自体は長さは短くて済むわけですね。で、これが、立っている状況になると骨盤が少し起きた状態になります。起きた状態になるとさらに大体直筋の長さが必要となることになります。なのでこの状態でストレッチングをするというよりも、立ち上がった状態で、左の股関節を後ろに引くような形を取った方がストレッチとしてはかなり有効になってくるはずです。で、その長さを作った後に左足が無意識に出るような感覚が必要となってきますので、その練習をぜひともやっていきましょう。なのでベッドみたいな環境があればいいのですが、なかなかそういうのを用意するのも難しいと思いますので、立ち上がって左足を引く、これからまずスタートしていきましょう。以上です。はい、どうも。